皆さんこんにちは。ミュージカル王家の紋章に出演いたします、泉流役の平方元気です。今回3度目の挑戦となるんですけれども、前回は、2年続けて初演と再演だったので、すごく久しぶりにこの衣装を身にまとって、あの世界に飛び込んでいくんだなっていう気持ちと、そしてあの頃よりちょっとだけこの衣装がさばけるようになったのが嬉しいなと思って、撮影に挑みました。はい、そうですね、初演再演の時は結構月と太陽でいうと月寄りのイズミルを演じていたんですけれども、今回は4年時間が経過しておりますので、何かこうイズミルの中で、平方の中で変わったものが役となってどのように昇華するか、僕も稽古までねやってないのでドキドキしながら見守りたいとは思うんですけれども、きっとより魅力的なイズミルにしていきたいと思っております。新しい、キャストの方々とまたこの王家の紋章を一から作り上げることができることをとても嬉しく思っております。久しぶりにこういうコスチュームプレイをやるということで、メイクとか着方とかいろんなことをまたね勉強し直して、皆様に素敵なものをお届けできるよう一生懸命頑張ってまいりますので、ぜひ劇場にお越しください。よろしくお願いします。